田島運転免許センター。田島運転免許センターは、兵庫県矢部市大町にある、兵庫県警察本部交通部管理の運転免許試験場並びに免許更新センターである。以前よりこの地には、田島運転免許試験場があったが、当時は、学科、実技試験が行われていたのみで、さらに平日週2日だけという運営で、また、 即日交付もできず、後日所轄の警察署にて受け取りということもあって、不便なところがあり、また、田島地区では免許更新については、所轄の警察署で講習を受け、後日受け取りに行かねばならず、それに休日については更新手続きができず、さらに紛失等による再発行や諸手続きについても、同様に時間がかかるため、明石市にある、 兵庫県自動車運転免許試験場に行く人が多かった。そのため不便を解消するべく、日曜日に免許更新を実施し、免許の初手続き、発行の即達化を図るため、免許センター機能を持たせたのが、当センターである。これにより、学科、実技試験については従来通り週2回ながら、即日交付が可能になり、免許更新も日曜日のみながら、 即日交付が可能になった。また、初手続きも平日のみ受付であるが、即日交付が可能となった。ただし、実技試験については、天候の都合上、1月から3月については実施されない。なお、田島運転免許センターにおいて行われている、実技試験、審査の免許については、中型一種免許、中型一種限定解除、準中型一種免許、 準中型一種限定解除、普通一種、二種免許、普通一種、二種 AT 解除、大型特殊一種、二種免許、普通二輪、小型児童二輪、大型特殊牽引である。なお、農耕限定免許については、車両持ち込み、事前教習ができる農業高校等に限り、実施している。郵便番号のゼロゼロ二四兵庫県、矢部市岡町、 朝倉市多大48の 5JR 山陰本線、八日駅より、全田田市、バス席の宮、村岡方面駅に乗り、約6分、洋伏市役所口バス停を下車、南へ、徒歩約5分。ありがとうございます。